はい、こんにちは。横浜 UberEats 配達員タクです。えっと、今日はね、ちょっと、まあ、最近ね、ちょっとニュースになってて、あのー、まあ、全国でね、UberEatsJapan、Uber なんだったっけ、Japan が、えぇ、ー、まあ、書類送検されたっていう話が話題になってると思います。で、えー、これはね、 不法就労助長の疑いってことなんだけどあのつまりそのなんだろうなまあ国内にその就労できないビザで入ったりもしくはまあその,その期限が切れてたりあとは何だろうなその本来の就労 と違う就労してるとか、まあそういう、その、まあ不法滞在であったり、そういう、何て言うんだろう、資格外の活動をしてるまあ人たちがね、外国人が結構いたみたいで、えっと、なんかネットニュースによると、去年1年間で184件が確認 されたってことなんだよねで、あの、これがね、あの、多いか少ないかで言うと、おそらくね、相当多いと思いますよ。184件なんで、これは多いと思います。あの、日本でね、どちらかというと、あの、こういう、なんだろうな、不法就労について、 きちんんととやってる人が多いと思うんで,すよで、すよであの、ちょっと田舎の方行ってもね、あの、あの、まあ、在留資格とかさ、その、いろんなものをさ、確認するわけなんだよ。田舎の会社でもね。だからそんなね、180要件をさ、あの普通に起きないから、うん、このね、数っていうのはめちゃくちゃすごく多いからさ、 うん、ちょっとねもうその社会的なさそういう責任っていうかさ社会的なそうなんだろうなあのモラルがなくてまあ、その利益とか自分たちのさ主張を優先に、まあ、やってきたっていうのが、まあ、これ見る限り分かるよねこの数値だけででまあウーバーってそもそもさまあ、その まあ、この会社自体は日本で登記してるのかもしれないよ。わかんないよ。俺はその登記まで知らないけどさ。だけどさ、あのまあ、外国資本系の会社って基本的にね、あの俺たちはこうなんだって、もうねあの、やるとねあの、自分たちしか見,見れないからね。も,うであのもっと売り上げだ、ガンガン行けってなっちゃうんだよ。 で、まあ、外,外,外資系ってね、そうなんだよ。で、これはね、まあ、よくあることで、なんで、その不法就労がいっぱい出てもさ、それは、なんだろう、その不法就労してるやつが悪いんだみたいな、俺たちは知らない、私たちは知らないっていう、まあそういうスタンスなんだよ。うん、だから結局ね、それがね、あのえこんなね、とんでもない数字になってさ、 <laughs> あの,あのいや、私たちは悪くないんだみたいなね、もうそういう、それで突っ張っていくわけなんですよ。なんで、外資系ってそうだよね。うん。あの、なんて言うんだろう。その自分たちの理を追求し続ける。だから、まあ、なんだろうな。別にこ、これがニュースになったからって、別に俺は不思議だと思わなかったよ。まあ、そういう。 会社だとは普通に思ってたしあのまあ動画では言ってなかったけど普通にそうだろうって分かるじゃんうんまああまりにもねそのその自分たちの利,利を求めすぎたよねこの会社はうんまあ会社だけじゃなくて、まあ、組織というかさでなんだろう まあ確かにね、あの売り上げとか利益出すこと確かに大切だけどさ、あのー、そういうさ、なんか、不法就労を助長してさ、あのそういう違法なさ、労働をさ、たくさんさせることはさ、社会的だかってからもさ、国際的に考えてもさ、それはね、違うと思うよ。うん、本当に。そういうことしたらダメだよね。で、他のね、 まあニュースとかでも出てたけど、あのー、なんか、警察が3回ぐらいなん、なんだろう、指導したみたいなんだけど、まあ、外資だからさ、こ言うこと聞くわけがないじゃん。うん、どう考えても。そうだよ、<laughs> 外資がさ、警が聞くわけがないからさ、自分たちの理ばっかり求めるんで、サッカーイボで普通ね、指導、 で普通ね、普通に考えてね、うん、珍しいと思うよ。うん。普通に考えてね。で、まあ、やっと、まあ、書類送検になったっていうわけだと思うけどね。うん。まあね、あの、なんだろう、こんなね、治安のいい日本でさ、 えーまあ、治安が悪くなるようなことを、まあ、進めてる会社組織なわけだからさ、それはダメでしょ、どう考えても。うん。どう考えても日本で通用しないよ、そんなね、考えでいっちゃう、うん。自分たちの利,利ばっかり求め続けるとさ、まあ、日本では干されるよね。うん まあアメリカだけじゃなくてヨーロッパの一部とかもさそもそもあの会社とかそういう組織っていうものはさ利益を追求するために作ってるわけだからさ外国ではそういうあの思想感っていうのは全然ありだけど日本でねそこまでね追求しちゃうね、うんまあ、日本で嫌われるだろうなとは思いますね。 うん、社会とね、うまくね、やっていけない人たちが集まってるのかなって、まあ、日本では評価されてしまうかな。ということで、まあ、今日はね、えーまあ、今ちょっと話題になってニュースにもなってるね、えーまあ、この問題を取り上げました。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。